さあドキ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 、しずえさん、本日は僕と付き合ってください。あ、じゃなくて島の評判でした、すいません。はい、うわー来た、おめでとうございます。初の5つ星、すげー、絶対に住みたい憧れの地、カリスマ的な人気を誇ってる。うわーすげー。具体的に寄せられた感想の例を読み上げますと、輝きの地で華麗に舞う愛すべき虫たち、この楽園にたどり着けた奇跡に感謝せずにいられない。とんでもない、誰とうとうやりましたね。無人島から始まったアマトが最高の評価、いや嬉しいですね。天野さんも評判アップにご協力くださりありがとうございました。いやでもね、この評判アップに関しては俺一人ではできなかったからね、みんなに助けてもらいました。金の浄土レシピ、おお、やった、あざまるでいい、やったね。星5ツアー一応しますか。じゃあ皆さん、俺もね清掃に着替えるんで、よっしゃ。あいおいおい、あいおいおいおい、始まりましたのご挨拶、拙者アマルと申しまーす。ということでね、今回ですね、うちの島が星5到達したんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。テーマがすごいとかいう島じゃないんですけど、まあ、このぐらいの島でも星5になれるよっていう、こんぐらいで、あーいいんだ星5って、意外とそんなに鬼畜じゃないんだっていう、なんかその限界を知っちゃえば、到達点分かっちゃえば目指しやすいと思うので、私と一緒にねこの甘党を、あごめんなさい、星5の甘党をね回っていきましょう。あすいません、星5の甘党かっこ、ごめんなさいね、すいません間違えた、ジャック、ジュン、ドレミがいる島ということでね、はい、行っていきましょう。とりあえずここからまず来ますと、うちにしたらね、まずは恋人と来た場合、まあ、恋人いる方は、まあ、右かな、こっちから行ってもらいましょうと。でここは例えばお子様がねいる方とかは、まあ、ここで一回遊ばしとくと。ここ公園なんでね、ここにねこれ水出ますね、これはい使ったらねちゃんと閉めてもらって、でここ公園なんでここに一回ね遊ばしといて、こっち来てもらうとね、まずここでお水が飲みますね、これね、はい、ここもねちゃんとね止めてもらってね、でここをこう歩くんですよ。これ恋人岬って言うんですけどね、うちここね、ほらロマンチックでしょ、ここね。なかなか。ほら。ねえ。ここで愛の告白をすると、成功するとかしないとかっていうね、感じみたいですよ。ねえ。で、次。こう、パーって行ってもらうと、これね、シーサーくん。これ、うちのね、名物ですね、これね。五重の塔2個あるね。これ、十重の塔。十重の塔、プ。十重の、プ。十重の塔、ウィズシーサーっていうね、チームユニットになってます。はい、次。でここは桜前線ですね、ここね、はい、ここはね春になるとすごい綺麗なんですよ。ここ並木がバーって咲いてくれてね、でねここは、まあ、キャンプサイトになってまして、右上のここ、これウォーキングデッドゾーンですね。ここ、これかの有名なウォーキングデッド の農場のシーン見たことある人わかるかもしれないですけどね、ウォーキングデッドですね、ここゾーン、ウォーキングデッドっていうね、ここで毎日お笑い芸人がねライブしてます、ここで毎日ね。でここ、まあここ和風の端っこを渡ってもらってね、ここフルーツ畑ですね、ここうち結構有名ですね、これいちご狩りとかねこう来る方、桜も狩りとかねうちやってるんで、ぜひ30分取り放題で18万ベルですね。あーでも高いって思われるのかな、どうなんだろう、まあ安いって思う方も結構多いと思うんです。高いって思う人は多分質のいい桜も食べたことない人ですね。質がいいのはほんとソムリエしますから、室外機を食べる感じですね。はい、じゃあ次、ここはね先ゾーンです、これ先祖がいます。ここはここはもうちゃんとお祈りしてください、毎日こうやって、これはもう当たり前です、これはね。ね、でここキャンプファイヤーゾーンですね、ここ、まあここで友達とワーワーねキャンプファイヤーするなり、一人でワーワーキャンプファイヤーするなり、でここバスケゾーンです、ここはねサッカー楽しんでください。でここは明日の女王ごっこができますね。青コーナーにいるのはこれケンタロウくんですね。ケンタロウくん挨拶できるかな、ああできないみたいだね、まあまあまあ喉とか丸見えだからしゃあないね。でこの子は挨拶できるかな、これ青コーナーなんですけど、これシュワルズネッカーっていう子なんですけど、できるかな挨拶。
まあ無理だよね。オッケーオッケー。生態とかないしね。オッケーオッケー。了解です。で、ここが世界の車窓からゾーンですね、これ。うちに来ただけで、もう世界巡れるんですよ。ここにまずエジプトがあるんで、これもうエジプトですよね。で、これ、もうアメリカ、自由の女神。で、これがもうスフィンクスですよ。ね。で、ここにモアイありまして、で、これがゴジラ岩ですよ、これ。急にね、ここだけ飽きたっていうね、感じなんですけどね。で、ちょっと軽い遊園地ゾーンですね。これちょっと頭おかしくなるので気をつけてください、これ。あんまり長時間いると頭おかしくなります、音楽で。それだけ気をつけてもらって、で、疲れたねって言って、ここで休んでもらって、で、ここでまた遊んで、わー楽しいねーって、わーぐるぐるって、ぐる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 、あー疲れた、楽しかったね。じゃあ戻ろっか。よし、そろそろ遊ぼっか。この無限ループで楽しんでくださいね。で、ここね、ナイトプールなんですけれども、ここに監視の人いるんで気をつけてください。錦鯉さんっていう方なんですけど、え？見えてない？いやいや、いるじゃん、ここに。ここにいるじゃないですか。この上、上、ほら。どうですか？調子は。そうなんですね。いやいや、もう今はとりあえず、いや、今度にしましょう。今ちょっと撮影中なんで、今。また今度にしましょう。またお願いしますね。はい。で、ここが釣りゾーンですね。ここで釣り、存分にしてもらって、ここにロットもあるんで貸し出ししてるんですけど、一回ね、3万ベルなんですけど、これね、なんて言うんだろう。まあ、高い、まあ、確かに高いですよね。でもこれなんでかっていうと、これジャスティン・ビーバーのやつなんですよ。ジャスティンがくれたやつなんですよ。これマジだからね。これ嘘ついてないからね、俺。ジャスティンがくれたの、本当に。で、これを買い取りたい場合、これはもうほんととんでもない。4000億ベルですね。で、それを外に置いてるっていうだけでも考えてほしい、頭で。はい。で、ここがちょっと疲れた時の休憩ゾーンですね。うん、都会の喧騒は疲れたなりってなった時に、ここで休んでください。ここではね、時間の流れが遅いので、これ、まあ別名、精神と時の部屋っていう風に言われてますね。で、ここがボールゾーンですね、これ。これ、ボールの感じをこう、堪能してもらうっていうね。あ、なるほどね。サッカーボールってこういう質感なんだっていうのをね、存分に楽しんでほしい。で、これは、いるんですよ、中に。ほら。出ておいで。ほらほら、今日機嫌悪いみたいですね。マールーっていうのが住んでます。で、ここがかの有名なアマル将軍っていう人がいた時の墓地になってます、ここは。で、ここ見てください、皆さん。ジャック君、これね、洗濯ね、これ手洗いなんですね。レトロでしょ、今時ね。珍しいですよね。買えばいいのにね、買うお金ないんだろう。あ、噂をすればなんとやら。で、ここが最終的なうちの一番綺麗なスポットですかね。ハートフラワースマイリーハートフルピースフルライクラブストーリー。ここで愛を語ってもらえればもううまくいく。基本的にはだから、その宇宙の人、まあ、デートもいいんですけど、まあ、気になる人とうちに来るのが正解ですね。はい、ということでね、巡って分かったと思うんですけど、最高な島なんで、アマトをぜひお待ちしております。では良い旅を。はい、ということでね、じゃあ今から公開します。おやす、はい、また来ました。夢提供します。お、決まりました、皆さん。はい、ということで、アマトの夢番地は DA09484375902。 日々の暮らしによってアマトの姿は変わっても夢の中の島は変わんないんだ。なるほど。はい、ということで、ぜひぜひ来てください。で、俺の島別に全然荒らしていいから、何してもいいよ、マジで。それがいいとこだから、別に何してもいいよ。何しちゃダメとかないから、提供してるからさ、そこは好きにしてください。データとしてそのインターネットに保存してあって、そこにみんなが遊びに行くだけで、実害俺ないから、夢だから何でもいいよ、好きに行っちゃってください。